第2回感染防止のための行動について、はじめに正しい消毒方法です。食器、手すり、ドアノブなどの身近なものの消毒には、アルコールよりも熱水や塩素系漂白剤および一部の洗剤が有効です。消毒や除菌効果のある商品を購入する際には、使用方法、有効成分、濃度、使用期限を確認し、正しく使用しましょう。テーブル、ドアノブ、電話など共有で使用するものはこまめに消毒をしましょう。続いては正しい換気方法です。新型コロナウイルス等の微粒子を室外に排出するためには、こまめに換気を行い、部屋の空気を入れ替えることが必要です。室内温度が大きく上がらない、または下がらないよう注意しながら、定期的な換気を行いましょう。窓を使った換気を行う場合、風の流れができるよう2方向の窓を1時間に2回以上、数分間程度全開にしましょう。窓が1方向しかない場合はドアを開けましょう。一人一人の基本的な感染対策として、身体的距離を保つことも大切です。人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートル空けましょう。会話をする際は可能な限り真正面を避けましょう。外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分取れない場合は、症状がなくてもマスクを着用しましょう。長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて感染リスクが高まります。大人数、例えば5人以上の飲食では大声になり、飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まります。会食をする際には、お互いの正面や真横を避け、斜め向かいに座りましょう。飲食するときだけマスクを外し、会話の際にはマスクをつけましょう。また、箸やコップの使い回しは避けましょう。マスクなしでの会話は、車やバスで移動する際にも避けましょう。狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まります。更衣室やトイレ、喫煙所などの共有部分での感染が疑われる事例も報告されています。狭い空間では、できる限り換気をし、居場所が切り替わる際には、こまめに消毒をしましょう。厚生労働省からも、感染リスクが高まる5つの場面が示されています。引き続き、効果的な感染予防対策を心がけましょう。